シーポッドキャスト。はい、どうも皆様こんにちは。新日本の話芸ポッドキャストの時間がやってまいりました。広瀬和夫プロデュース、こちらマルコ満喫、もっと新日本の話芸の宣伝のためにやっておりますこの新日本の話芸でございますけれども、ポッドキャストでございますけれども、まず私は霊霊者マルコ、どうよ。あのね、新日本の話芸ポッドキャストの言い方がね、もうすでに広瀬さんすげえ明るかったんですよね。ちょっとクスクスっと、よっぽどこうなんか言いたいことがあるみたいですけども、はい、ま、メンバー紹介でございます。はい、はい、こちら。違う。三遊亭満喫です。はい、我々のプロデュース、嬉しそうなプロデューサーがこちら。広瀬和夫です。もうテンション高いですよ、広瀬さん。いや、いろいろ準備してきてるよ、これ。林家シャンペン師匠が、ね、シャンペン師匠がどうしたんですか。もう流行りすぎだよ。もう流行りすぎて、もう喋りたくておかしくて。何がおかしいんですか。商店から、うん、三平師匠が降りるということはね、分かった時に、ええ、僕マルコさんにメールしたんですよね。はい、次はマルコさんですかって言ったら、私じゃありません。非常に悲しそうな、うん、短いメールを守ってきたんですね。それはいつ頃なんですか。年末ですね。年末の、ね、12月、そう、12月に卒業が発表されて、うん、でそこからまた誰が入るんだ、トトカルチョが始まったんですよね。うん、その時に広瀬さんからご連絡いただいて、当然私ではないので違いますよとお返しをしたんです。うん、若手大喜利って誰がレギュラーなの。それはじゃあその年末の時点で言いますと、はい、庄屋さん、はい、宮治さん、はい、で、マルコ、晴之助、わさび、でこの残り一枠がずっとね、入れ替えだったんです。ああ、そう。でここは6人の座り入れ替え、例えば誰、でそこが鬼太郎さんだったり、ワンジョーさんだったり、うん、まあ他に、なんか好楽師匠司会の時はトムさんが入ったりとか、なるほど、なんかそんな感じでちょっとこの一枠がぐるぐる回してたんですけど、しばらく鬼太郎さんで来てて、ここの時急にワンジョーさんが入りだして、なんか、うん、このワンジョーで固定みたいな感じでなってます。うん、だから庄屋、宮治、晴之助、丸子、わさび、そしてワンジョー、この辺が6人のこと、固定です。でね、まあ卒業が発表になった時に、丸子さんにもよく出てもらっている広瀬和夫の海賊ラジオ寄せというのがありましてですね、はい、それに、マルコさんも出てもらったんですけども、ワンジョー君に出てもらった時がちょうど収録があった時に、その商店問題がですねクローズアップされてて、はい、で駅で立ち話をして、ワンジョー君じゃないのって聞いたら、いやいやいや、でマルコじゃないらしいよって言ったら、マルコ師匠だと思ってたと、マルコアニさんだと思ってたいうね話があって、いやなんか違うって言ってたけど、いやー嘘じゃないですかみたいな。でね、ほら宮治くんがレギュラーに、まあ、抜擢されたんですよね。はい、で一之助さんが LINE を公開したじゃないですか。はい、知ってます。どんなんですか。嘘つき豚野郎ってどっかで聞いたことのある話ではありますけど、日刊スポーツかなんかがそれをね、やって、俺と宮治の間に入ってくるな日刊スポーツとかって、なんか一之助さん一之助さんツイッターで、宮治が決まった時に違うって言ってたじゃないかっつって LINE でね、はい、お前商店レギュラーかって言ったら、いやまさか一之助師匠を差し置いてみたいな会話があって、でそれがでそれを晒した上で嘘つき豚やろう。でも宮治さんってラジオでなんか、はいはい、自分じゃない的なこと言ってたんでしょ、うん、っていうのは聞きましたけどね。ね、はい、だからじゃあ誰なんだろう。僕はだからやっぱりこうキャラ的に宮治君だと当たり前のようにこうあるんだろうなと思ってたら、宮治君がなんか違うみたいなことを言ってる的なことを聞いたんで、え、ちょっと誰だろうって、じゃあ庄屋かなとか思って、でワンジョー、マルコが違うんだったら、で実際マルコさんは誰だと思ってました。いや宮治さんだと思ってましたよ。あ、
ですよね。あのだから商店スタッフは本当にその新メンバーについては絶対言っちゃダメだって言うわけですよ、うん、だから本人から漏れるわけは当然なくて、うん、なんだけども、1年を通しての、うん、番組の作りとか、うん、そういうのを見てると、あ、宮地さんを推してるんだなっていうのはすごく伝わってきてたんで、あ、真打ち昇進パーティーとか もう盛大に取り上げたし、なるほど、で、なんだったらあのマルコの出演部分がなんかカットされてる感じが見受けられてて、あの私収録したのに収録して、うん、でいい答え出して座布団もらってるのに、その回答自体がなんかカットされちゃってて、あ、でなんかマルコさん座布団だけ増えてますねみたいな、あ、邪魔でおとかが邪魔だったんだ、だから面白いのマルコじゃねえかって言われたくないんですよね。いやそう、分かんないですけどなんかちょっとね違和感はあったんですよ、で、これもう一昨年か、全員自宅からリモート大喜利ってやったんですよ、番組で笑点ジュニアでね、まあ笑点特大号ですけど今、で北郎2週やって北郎さんと私がそれぞれ優勝して、うん、でロケをやりますご褒美で、うん、で北郎さんロケはすぐ行われたんですけど、マルコロケはなんか未だにないんですよ、うやむやにされた、ね、うやむやされた、あ、そうなの、でもまだ下ろされてないだけいいじゃないですか。いやいや、そうなんですよ、で、なんかどうなってんのかなと思ったら、年明けて宮地さんメンバーになりましたって発表があってから、スタッフの方からですね、あの明けましておめでとうございます、やりたい企画があったらどんどん言ってくださいねみたいなことを言われて、あ、なるほどと、ね、いろいろ腑に落ちるわけですよ、うん、まあ、1年間かけて宮地さんをこう押し上げて、うん、ね、日テレの番組もあるっていうじゃないですか、なんでこう宮地さんをクローズアップさせて、うん、で新メンバーにっていうことだったんだなというのが、うん、よくわかりました。だから次はマルコさんですね。いや、それは分かんないですよ。でもほら、あのマルコさんをあえてカットしてたってことは、面白いからカットして宮地を目立たせて、で次面白い人として取り上げられるかどうかですね。今年かかってますね。いや、そうです、今年の頑張り次第だと思います。はい、まあ、あの僕もね、あの取材されたんですよ、はい、あの『笑点』の今回ので、以前はあの翔太さんが司会になる、なる、ならないの、まあ、なった時の、その時は直前に、前に誰だと思いますかっていう取材を受けたんだけど、今回は誰だと思いますかじゃなくて、宮地さんになったことについてどう思いますかっていうのがね、あったんですよ。はい、それでまあ、スポーツ新聞とかでは、タレントじゃないかとか、もっとキャリアのある人じゃないかとか、いろんな声があった、女性じゃないかって声もあったと。で、まあ、これ YouTube で出てるから言っていいと思うんですけど、決まった後ね、ヨネスケ師匠の番組で、 YouTube の番組でこちらくんが芸協枠が戻ってきてよかったって言ったのね。ああ、ああなるほどって思って、そういう考え方あるのかなっていうのは一つあって、で、まあ、そういうのがあったことも含めて、欠員ができたら次は誰だと思いますかって聞かれて、欠員ができるっていう前提がちょっと良くないと思うんですけど、何かの時に、まあ、次誰が抜擢されるかっていうことで言ったら、僕は霊霊者マルコだと思いますよって言ってきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、多分もう出てると思うんでというかね、候補になるのは、僕はもともと宮地君か宮地、わさび、まるこ、わんじょう、しょうやの誰かが昇格だと思ってましたと。番組を作る側は、いや、それこそスポーツ新聞とか落語を知らないから、テレビで売れてる人の名前とかをね出してきたりするけど、立川流だったりね、それもありえないじゃないかっていう。あとだから女性っていう声もあったけど、僕その時言ったんですけど、おじいさんたちの中に女性が一人入ったとして、それ今このご時世でそこをいじるツッコミというかボケというか、まあギャグにできないと思うんですよね。つまり特性が女性ってことに集中しちゃうじゃないですか、誰っていうよりも。その女性が一人いることに対して、それはタブーのようになってしまったら番組できないと思うんですよね。だから多分この今ジェンダーにうるさいこのご時世、女性が一人入るってことはないと思う。
って思ってましたと。でこちら君なんかはあの三平さんの立場から考えると自分より下のやつが入るのはかわいそうだから、あの上もっと上の人じゃないかって志らくさんとかだと思ったとかって言ってたんだけど、 YouTube でね、それはもう僕が見たまま言ってるんだけど、でそれは絶対ありえないじゃないですか。だってまあ志らくさんは、うん、花からありえない、だって商店は諸悪の根源だって本で書いてるわけだから、まあ、それはいいんだけど、じゃなくてやっぱ上にするっていうのはね、まあないだろう。だから若手って考えた時には、普通に考えてやっぱり若手大喜利やってるのに違う若手をそこに入れるのはどうかなっていうのがあるよなと思ってたんですね、っていうようなところを話して、でだからただまあキャラ的にはあの宮地君はすごくまあ合ってるんじゃないかと。だから賑やかなキャラで万丈か宮地もしくはあの庄屋さんみたいなタイプがタレント性があるからと思ってたんですよね。ただし大喜利っていうことを考えた時には最もあの頭が切れてあのいい答えが出せる人として霊霊者マルコだと思いますよっていう、そういう流れだったんですね。随分褒めていただいて、ええ、ありがとうございます。まあ、使われたのはその一部ですけどでも霊霊者マルコってのは生きてる。ありがとうございます。で確かにあの芸協枠っていうのは、まあ、そうだろうなと思うんですよね、うん、っていうのがあの翔太師匠と小遊三師匠がいじれるんですよ、うん、宮地さんだと、うん、お前歌丸師匠のお弔いの時笑ってたらしいなとかっていうもうやり取り成立しちゃってるんで、それがやっぱり私が急に入っても翔太師匠とかと絡めないんですよね。そうね、普段接してないから、だからそういう意味ではあの翔太師匠もすごいやりやすいと思いますし、まあこういう雑誌もそうだろうし、まずそこでこのチームプレーやり取りができるっていうのが宮地さんの強みだとも思いますし、はい、であの本当知らなかったです。もう元旦発表になる時まで本当は私は知らなかったんですけど、あの三平師匠が卒業しますで、あそこに座布団運びのお手伝いがいるんですね。はあ、はあ、枝太郎兄さん、はあ、菊丸兄さん、ボタン姉さんで愛楽師匠、はあ、で愛楽師匠はちょっと別枠で地方収録の時にあのすごい前説で盛り上げるんで、これスタッフが手放したくない方なんですけど、ボタン姉さんって因縁がある人ですかね。因縁はないですけどで、末広のボタン姉さんのこと忘れて、ボタン姉さんのこと忘れてで、あの枝太郎兄さんですよ、はい、歌丸師匠のお付きとして、まあ、入って、うん、で歌丸師匠亡くなっても続けてらっしゃったんですけど、はい、多分自分より後輩入ったら辞めるんだろうなと思ってたんですよ。だってその面倒見なきゃいけないんですよ、楽屋のお茶出したりとか、で年末に長年お世話になりましたその座布団運びのお手伝いを卒業することになりましたって、枝太郎兄さんつぶやいたんですよ。ということはそこで私確信に変わりました、うん、ああそうかと、うん、じゃあ枝太郎兄さんより後輩が入るんだな、うん、自分じゃない、うん、宮地さんなんだなっていうのはねピンときましたね。なるほどね、はい、うっすらそう思ってたのがそうだなっていうふうに思った。そうそう、周りのこのパズルをはめていくと、うん、ああそうなんだろうなっていうのはね。ああ確かにね、その芸協の方がいじりやすいっていうのはあるわね、きっとね。まずここでね、そのあ若手でもいけるんじゃんと、うん、知名度ないけどやっぱり実力ある人が入った方がいいよねみたいな空気になってくれれば、うん、まあ、次ですねあの我々もチャンスがあるかなというふうには少しは思っておりますけれども。落語協会の誰かが卒業したとかこれ言うともう、ね、年齢のことになってしまいますので。そうですね、ですから、まあ、あの方たちはですね、もうレギュラーメンバーの方たちは最新の医療技術で、もうあのサイボーグのようになっても生きていく方たちですので、ですからもう多分100年200年続いていくとは思うんですけどね。円楽一門の枠が空いたら満喫さんですから、やっぱりそれだって出たことない。笑点ジュニアに出たことないですか。でもだから今だからその愛楽さんは別枠なわけでしょ。別枠というか別格ですね。でまあ、はい、そしたらあの、まあ、何かでね一人ご卒業された場合ですよ、はい、やっぱそれは円楽一門会から入るでしょ。いやどうなんだ、トムでしょうかね。トムか幸吉とか。あトムか、トムか幸吉出たことあるか。そっか、なるほど。まあその笑点に笑点のジュニアに出てる一門の子がいるんじゃないですか。
若手大喜利だとそうですね、トムさんか落第さんが出たかな。幸吉も出てたと思いますよ。はい、幸吉も真打ちになりますから今年。そっか、うん、マルコさんやっぱり笑点出たかったですか。いや、まあ、ずっと若手やらせていただいてますからね、それはレギュラーになりたいなという。若手はね、BS ですよね。はい、だからやっぱりね、知名度という点でね、前回もあの小白さんが言ってたじゃないですか。うん、まあやっぱ段違いですよ、地上波レギュラーになると、うん、でもだから笑点メンバーっていうけど、今どうなんだろうね、知名度って。本当に例えばこの間科捜研の女に肖像師匠出てたけど、はい、あるいはだから春風亭小朝とかね、そういう人たちの知名度って今どれぐらいなんだろうね。どれぐらいってね、だからバンバンテレビ出てる頃に比べれば若い人は知らないと思いますけどね。志の輔師匠はやっぱり NHK でずっとガッテンだったからあれだけど、ガッテンも終わる。あ、でもまあそのね、コロナ前ですけども、地方に行くとネタ帳を見るじゃないですか、そうするとやっぱり知名度順なんですよね。あの笑点メンバー、志の輔師匠、正蔵師匠、小朝師匠。じゃあマルコさんがもし笑点に入ったら、あのね、地上波の方入ったら一気に志の輔師匠抜いちゃう。いやそれは分かんないですけどね、その知名度がね、合点が終わり笑点が続く、で私が入るみたいなミラクルが起こればですね、それはそうな、10年後20年後はそうなるかもしれないですけど、うん、ちょっとまあ何とも言えないですから。その笑点にその生々しいこととかは多分聞いてらっしゃる方は肌感覚的には分からないと思うんだけど、はい、そのやっぱりレギュラーになるっていう、その笑点ジュニアの立場から見てレギュラーになるっていうのは相当にその要するに気を使うという意味では大変な部分がたくさんあるわけでしょ。ありますね、もう腹くくんないとできないですね、これは。それはどういうものなのかって、俺はテレビの世界が全くわからないから、だからどういうことなのか。でも俺はそれはおもんぱかることはできるじゃん、こっちの世界での苦しみ自体は。あのこっちの世界っておかしいけど、こっちの世界、おいらが生活してる中で感じてることともあるわけじゃない。 その、はい、それとあの相応とかそれ以上にやっぱ大変なことがいっぱいあるわけじゃない。それ僕らが分かんないことがいっぱいあるわけだよ、はい、そっちの側にはね。どういう大変なさなの それっていうのは。いやだから、うん、まずコンプライアンス意識というのをもう完璧に持たなきゃいけない、うん、あ、まあね、収録だから大丈夫だね、そこは。いやだからその普段から例えば SNS で余計なことつぶやかないとか。あ、じゃあダメじゃん。そうなんですよ、そうなんですよ。あった延長の過去が。それも大事なことなの。いやそれは大事でしょ。それ面白いからいいんじゃないの、そっちの方が。そうじゃないんだ。あ、でもそのラインがあると思うんですよね、ここはいいけどここはダメみたいな。それはテレビ局的にってこと。その誰かいるわけ、それを判断する人が。そこにプロデューサーとか。だって俺たちが知らない人間関係いっぱいあるじゃん、そこには。いやだって自分は慣れなかったから、うん、そこでどういう話し合いが持たれたかとは知らないですけど。あ、でもあの前にね、だからその朝の番組出てる人たちがね、うん、あのテレビにこうやって毎日出てる人間は例えば誰も見てなくても信号無視はできない。なるほど、ね、っていう、うん、どっかで何かが漏れた時には大変なことになると、うん、っていう。だからいろいろ気をつけなきゃいけないんだね、だからね。そう、当然番組なんでスポンサーとかも関わってくるから、あの多分何かしらの契約書にサインはしてると思いますし、そこでそのモラル違反的なことがあって、うん、何かスポンサーが降りるみたいなことになると、うん、それも責任問題になっちゃうんで。過去ね、うん、夢の助師匠がそうですよね、あの番組スポンサーのライバル会社の CM 出ちゃって降ろされちゃったってなるんで、だから今まで気にしてた部分とは違う部分、テレビの世界で気にしなきゃいけない部分っていうのを相当気使っていかないといけないんで、うん、まあ宮治さんなんかもう立ち回れる人ですからね。まああとは夢の助さんはもともと売れてたから、だからスポンサー以外のところから CM は来るんだって、はい、これから知名度を上げていく人にとってはまあそういう部分はないだろうけど、
ね、だからマルコさんがね、まあ、個人でやってたらでも分かんなくなっちゃいますよね、そんなの。確かにね、うん、まあ、それはだって第三者的な目線がどうしても必要になってくる部分だと思いますし、あとあの向き不向きっていうのはどう考えてるかですよ、うん、兄さんがそういうところに出ていくっていうことについての向き不向き、つまり能力として向き不向きっていうのは兄さんの考えとしてはどうなのかっていう。だからお前は向いてると思ってるのかっていう、あ、いやいや質問ですか。僕は分かんないから単純に聞きたいっていうところはある。だから例えばさ、変な話ですけど、ず抜けて何が 特徴として持っている人たちの集まりなのかっていうのは分かんないわけですよ。面白いですよ、もちろん、あの楽屋にいらっしゃったら面白いってもちろん分かるし、講座も面白い、講座も面白いってもちろん分かるけど、特別必要な能力っていうのは何だと思うの、兄さんは。その笑点のメンバーになる人たちの、なんかだってやっぱ宮治さんはそれは突出してましたよね、僕ら あの若手とかの中ではやっぱり宮治さんの名前がよく出ましたし、もちろん、うん、その笑点に出る出ないとかっていうこと以外でもね、宮治さんの名前をよく出る人でしたし、目立つ人だったじゃないですか、ずっと。それはまあ、名前が出る人っていうのはもういっぱいいる中の一人ではあったけど、だけど突出して何がこうそこに並ぶっていうこと、つまりだから老舗としての頂点のメンバーになるっていうことに必要な能力なのかっていうことは、あの突出したね、キャラクターですよ、まずキャラクター、ええ、この人はこれっていう、うん、それは後付けでもいいんですけど、うん、例えばこういう雑誌だったら泥棒とか、うん、スケベとかね。それだけど後から出てきてることでしょ、並ぶ時にさ、並んでこういう雑誌がもう笑点のメンバーになってからそのついたキャラクター、うん、昔からのメンバーとこれからのメンバーちょっと分けて考える。あ、そうでしょうね、だから昔はこれそれこそね、作りながらね、そうキザとかね、うん、そういうのって単純に作ったものだったわけじゃないですか、コエンユーさんね、そう何十年もかけて作り上げてきたレギュラーメンバーのとこに入るわけですから、うんうん、だから前回は三平師匠っていう選ばれ方されたわけですよ、すでにもキャラとしてあるじゃないですか、うん、三平の息子でお兄さんが肖像師匠でみたいなね、うん、でもそれはだ三平の息子でお兄さんが肖像っていうのは本人のキャラじゃないからね、うん、そういう育ちであって、やっぱ画面で見ていてその人から出てくる個性じゃないと多分そのピックアップはされにくいでしょうね、うん、それをその、まあ、5年7ヶ月の間で、こう作んなきゃいけないと本来ね、うん、だからそれをするのにはでもあの多分さっきマルコさんが言ったそっか芸協の方がいじりやすいってのはそこがあったかもしれないですよね。そこが一個もうキャラじゃないですか。だからそれ木久扇さんがいじるしかないわけですよね。そうなんですよね。でもそれは無理ですよね、結局強いキャラを持ってる人が木久扇さんってだからずっと初期からいるだけって言ったんだけど、いるからいるんであって、なんかそのやっぱり笑点の中のキャラとしてはツッコミじゃないじゃないですか。ツッコミじゃないですね、ボケです、ね、完全なボケです。だからそう、ツッコむ人が三平さんをいじらなきゃいけなかったんですよね。いやまあでもそう、やっぱ落語界とかで三平師匠と翔太師匠が顔ついて別に楽屋で喋ってるの見たら別にいじるいじらないなんて別にそんなんじゃないじゃないですか。いやあの芸協の中の良さってちょっと特殊じゃないかな。いやプロフェッショナルで考えれば別に問題ないと思いますけどね。僕は別にできないことではないと思いますから。だから芸術協会のその単純に芸術協会のソフトとしての宮治さんがそこに生まれたってことは芸術協会にとってすごくいいことだと思いますけど、うん、それが特別そのコンビネーションに影響するからそのもともと芸術協会であるべきであるということではないとは思うんですよね、僕はね。で一番もっと大事なものっていうのがわからないわけですよ、僕らは。だからそれは入りゃ入ったで多分作ろうと思えば作れるもんだと思いますよ、この関係性っていうのはね、だから大喜利で大事なのは当然まず一番大事なのは大喜利の強さですよ、うん、これは大前提ですよ。でそれプラスあのアドリブ、大喜利の強さっていうのはそれも分解したいんだけど分かんないね、何が強いと。お題に対して最適な面白い答えを出すってことですよ、うん、でこれを私はずっとやってきたんです、うん、
本当言い方とか目線とか、そういうのをこうした方が面白い、こうした方が面白いをずっとやってきて、で私は芝居が下手なんですよ。なんかパッとこうごちゃごちゃってなった時に宮地さんなんかパッと入っていけるんですよ。で全部回収しちゃうんですけど、そこでね、私やっぱ一番端っこ座ってるし、太平師匠みたいにこうジャンプとかできないんで、そういうのはできなくて、いつも苦手だなと思ってたんですけど、やっぱ小芝居大事。まあ桂宮治ってどういう落語家ですかって聞かれた時にね、これは非常に語弊があるけれども、僕の印象だと東京の落語家というよりも上方の落語家っていう雰囲気をまとった東京の、だからなかなか珍しいタイプだと思う。もっとなんかこう、だから要するにそのもともと上方落語って大道芸から、江戸落語はお座敷からで、宮治君は関係あるかどうか分かんないけど化粧品のセールスをやってた人ですよね、大道で。そう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 。でそこはそこを直接結びつけるわけではないけど、なるほどなと思わせる雰囲気のある落語家なんですよねと。で例えばそれは、じゃあ僕は笑点のメンバーとなっておかしくない人って言った時にはキャラというよりもタレントとしてのうるささだと思うんですよね。だから宮治君はと腕城君は多分うるさい感じにできるという、いい意味でね、想像しく、そうものすごいなんかこう、だってテレビの世界でああいうバラエティってもう馬鹿げてふざけなきゃいけない部分があるじゃないですか、はい、正気になったらできないような部分がね。だからでそれを年寄りの人たちは受け持たないでしょう、だから若い人はもう引っかき回す感じのバカ野郎お前って言われても出てくような人じゃないといけないだろうから、そういう意味で言うと宮地に対抗できるのは、まあそういう意味で言うと腕城君かなと思って、声がでかいことも含めてね、であとこれもちょっと語弊があるんだけど、僕はだからやっぱり笑点の人になってほしくないタイプの落語家っていうのと、笑点の人になっても大丈夫なタイプの落語家で、僕はマルコさんは笑点の人になっちゃうともったいないと思うね、落語ファンとしては。でこれは翔太さんが言ってたことなんだけど、笑点のメンバーになっちゃうと笑点の人になっちゃうから普通の人よりも3倍仕事しなきゃいけなくなる。で自分はそのつもりで、だから落語会もからお芝居も全力でやってるって言ってたのね。でその通り翔太さんはだから独演会にちゃんとでね、東京でやるときはその自身本当にね、すごい落語ファンをうならせるちゃんと独演会やってるし、お芝居にもずっと出続けてますよね。でそれでいける。でマルコさんがもちろんそれなってくれたら、マルコさんの人生のために本当に素晴らしいことなんで、多分豪邸が建てられるようになるからね、でいいんだけど、子供も多分裕福な暮らしを堪能できることになるだろうからいいけど、一落語ファンから見た時にマルコさんが笑点の人になった時に今みたいなくだらない落語ができるのかどうか、やってくれたらいいなって。僕は大好きなんでマルコさんの落語が、とそういうのを考える暇すらなくなるんじゃないかなって思ってますけど ね、 そのレギュラーになった時のその忙しさとかさ、そういうのっていうのも想像の域を出ないじゃないですか。つまりだって変な話ですけど、日常さじをさ考えるだけでもさ、こんなくだらないことで一日過ごしちゃったっていう時もあるわけじゃない、それをだから気になることをずっと抱えながら活動していくみたいな感じになっていくわけでしょ、おそらく。多分だから今までやってきたことはできなくなっていくでしょうね、忙しくなりすぎて。どういうことになるのか分かんないもんね、それがね。だから多分自分がなんかね、レギュラーとかなったりしたらですよ、したら多分独演会とかしばらくやらなくなっちゃうじゃないですか。でしょうね、はい。だからね、一楽をファンとしてマルコさんの毎月の勉強会見るのワクワクして本当に楽しみにしてるんですよ。ありがとうございます。で今行かなくても見れるし宮治君の、まあね、本当そう悪く取ってほしくないんですけど、宮治君は落語は普通なんですよ。
だから、いや普通なのは悪いってことじゃないですよ。僕は彼が元気な落語、古典落語をやってる姿と、それから全然関係ない人情話の新作やるときがあって、うん、あの新作はすごい、あ、彼にしかできないもんだなと思うけど、宮治君の古典落語が亡くなっても困らないっていうのはまたちょっと失礼なんだけど、相当失礼なんだけど、それこそ万吉さんとかみたいに、もうこの人の落語だっていうのを持ってるのでのというよりも、桂宮治という人が客をいじりながら元気よく落語をやる、時には人情話を、教わったままやるっていう感じの人っていうのが、別にいるのはいいことだけど、彼が笑点の人になった時に、あ、笑点で売れてよかったねって普通に思えるかな、うん、でマルコさんの場合は多分キャパが少ない人なんとなく分かってるんで、それはそうなんですよ、うん、だで多分落語できなくなっちゃうと思いますね。それはちょっと残念だなと思うんだけど、だからまあ今のうちにね、小白さんに鍛えてもらってキャパを大きくする人間の器は広がらないんですよ、ひろつさんそんな悲しい、でもね、まあ、その丸子さんの持っているものが最大限に生かされる現場っていうのは、そのどこなのかって、それ焦点含めてですけど、どっかあるわけですから、それは別に個性の一つなわけじゃないですか。だからね、別にそんな兄さんは笑いに変えてるけど、その的確な枠が絶対あるはずだから、うん、だから宮治が今入ってたっていうのが出発点として考えると、はい、宮治がある役割を果たすようになったところに入っていくってことだから、今度ね、もし入るとすると、うん、そうするとまあ痩せてた方がいいかもしれないあ、キャラがつくっていうことか、うん、だから私はね、小芝居ができないんですよ、ね、なんか答え言いましたで、司会が突っ込んでまた返してみたいな、うん、このやり取りが面白いわけじゃないですか、うん、それがねちょっと苦手なんで、だから いい答えを出すことしか、うん、やってきてないんで、本当だから YouTube で見れる配信している大喜利を見ると、本当にマルコさんはガチで大喜利はうまいですよ。ガチでのどういうニュアンスで言うか、大喜利ストなんで、うん、でだから大喜利全国ツアーっていうのをね、小白市を主導でやりましたけど、それは普段配信でやってるけど、お客さん目の前にして、やったんですよね、その配信部分は大喜利を。でそうするとそこのやっぱ年齢層とか男女比とかに合わせた答えをやって、でやっぱちゃんと受けを取らなきゃいけないっていう使命があるんで、だから大喜利の答え自体はもうどんどん研ぎ澄まされてはきてるんですけど、霊霊者らしいところですよねそこやっぱキャラなんですよね、で私は笑点出てしまうと太ってる食いしん坊っていうキャラになっちゃうんで、で最近発見したんですけど、小物感を出すとすごい受け始めたんですよ。あそう、それがだって本当に核の部分だからこれだと思って悪口だいやマジでこれだって気づいたんですよ、うん、去年一昨年ぐらいから、うん、そうだそうそれだ、うん、自分が小物っていう前提で答え作るとすげえハマりだしたんですよ、うんうん、なんかね、このポッドキャストの時もね、なんかね吹っ切れた時ありましたよあ、小物だなこいつと思い始めた、うん、これが This is 小物っていうのなんかThis is it ですよ、うん、はっきり言うけども、そこね、スタッフさんがねどこまで気づいてくれてるかなっていうのはね、ちょっと最近思ってるんですけどね。だからこう入ってって後輩の宮治にバカにされるっていう立場。ああそうそう、それがやっぱりですよ。だから私先じゃなくて、うん、宮治さんが先 でこう入っていく方がまあやりやすい、こっちもやりやすいです。いいんじゃないかな。でそうだとすると、例えばわさびとかがいじめられたらなんかかわいそうなだけになっちゃうからね、ちょっと頑丈そうな人がね、このデブとかって言われてもうだから大丈夫そうじゃないですかだから、まあ、わさびさんもね本当面白いですからね、こう大喜利ね見てたら本当面白いですからね。わさび君は、ね、やっぱり強烈にキャラ立ってるんで、
やっぱもうあの歌丸2世と言われてるぐらいですから、痩せてるから、そこを狙ってるんだ。あれもすごい重要なパーツだと思いますよ。うん、なるほどね。笑点はとにかく重要だと思うんでね、その、うん、会ってくれないと困るコンテンツですからね、落語家とするとね。あ、うん、そうだね、うん、弓チャンネルでも段之助師匠が言ってた笑点を作ったことうちの師匠が偉いのはっつって、本当だってあんなんダメだってうちのパパ言ってたよって言ったら、いやいやあれがなかったら落語家がだって地上波でああいう時間出る番組ないんですからっつってまあそれは確かにその通りなんだけど ね、 ね、あった方がいいけどね。そしてそこに我らがマルコさんがね、つまりやっぱりね、長く続いていくということの理由の一つ になったらね、素敵じゃないですか、丸子兄さん帰ったってことがさ。そう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 、やっぱね、それは、うん、三重さんはもちろん今決まってね、今放送がもう始まってるわけですけど。あ、そうだよね、うん、だからこの先についてはね、宮地さんがでもね、宮地さんがって言ってまああの彼がすごく始まる直前に言ってたのは、講座とかで言ってたりツイッターとかで言ったら、とにかくすごいプレッシャーなんだって、すんごい大変って言ってたけど、それがポーズなんだか本当なんだかっていうところが僕は知りたいなと思ったんで、さっき満喫さんの質問に僕もそうそう何が大変なんだろうって、そうそう、だから去年の結構早い段階で決まってたんでしょうね。あで言ってましたよ、だって夏頃って言ってましたよ。で、収録ずっと一緒じゃないですか、うん、そうね、結構テンパってましたよ。あ、なんか自分の力で何とかしなきゃいけないみたいな、すごい気迫、うん、前に前に出ようみたいな、うん、だからすごい収録長引くんですよ、うん、全部の答えでなんか小芝居しようとするから、あ、迷惑だった。いやいや、なんかやりすぎなんじゃないのって思ってましたよ。いつもとは違うっていうことは感じた。 それまでとは全然違うテンションだったんですよ、このしばらく。みんなそういう風に感じてたのかな、じゃあわさびとか。どうなんだろうね、違うとは思ったんでしょう ね、うん、なんか感じるものはあったと思いますよ。翔也君とかも知らされてないのかな。直接は知らされないです、これはだって観光令敷かれるから。でも感じてたんじゃないですか、やっぱ宮地さんテンションおかしかったですもん、うん、そう、僕元日2日目に師匠に会ったら、新次師匠に、はい、2日正月2日目ですよね、師匠に会ったら当日の朝まで知らなかったって言ってましたよ。やっぱ師匠が知らないんだからね。それは師匠が知らない。すごいじゃないですか、昨日発表でしたねって言ったら、いや俺も知らなかったんだよって新次師匠がおっしゃってましたから。あ、うん、これは三平師匠の時もそうで、三平師匠って自宅にカレンダーに、うん、兄弟のスケジュール書いてるらしいんですよ、うん、そうNHK 収録ってこうなんか書いてたらしいんですよ、笑点の鳥の時に、で、ああ弟は NHK なんだって正蔵師匠も騙されて思ってたらしいんですよ。なるほどね、家族ですらと、ね、家族ですら、はい、正蔵師匠ね、正直だから出ちゃうでしょうね、きっとね顔にね。そうですね、どっかでやっぱ話し方っていうのはどっかでポロリとねこう言ってしまう、喋る機会が多いわけだからね、うん、どっかで絶対言っちゃうんでしょうし、ほら NHK の落語、ね、新人大賞、はい、ね、なんか結構発表になる前観光令が敷かれた時に出てたわけでしょ、ジャクタニさんが当該ツイートはまだ消されてないですけどね。本当あ、そういえば仁王さんがなんか東京で落語会やるって言ってたな。そうですか、まあじゃあ次はマルコさんということで、はい、僕はマルコ推しだって言ってきました、ね、ありがとうございます、言っときましたまあこれはもう本当番組スタッフが決めることでございますので、そうね、はい、関わってるって言ったら、その人事権に関わってる人って言ったら何人ぐらいを想定できるの、頭の中で、その何人が喜べばそのメンバーにっていう感じがするわけ、兄さんの感覚では。で、名前も言わなくていいし、大体多分想定できる人でいい。多分3人ぐらいですね。3人なんだ、はい、その3人を喜ばせるっていうのはかなり大変なことなの、それとも人によっては別にそんなそうでもないの、かなり大変ですね。大変なんだ、ね、でものすごく詳しい人です、この落語の世界も。だからなんだったら前座さんも結構見てるし、二つ目だったらほぼ全員見てるし、普段どういう活動をしていて、どこが面白いんだ、で他のお笑い番組も携わってたりするんで、今のその流れ
今こういうのが流行ってるとか、うん、それも全部把握してる方、うん、じゃあ今三遊亭満喫が来てるっても分かってます。当然分かってますね。当然分かってます、はい、満喫が来てる、来てないからで、まあ、オフィスエムズの加藤さんぐらい分かってるんですね。加藤さんは、加藤さんは本当にもう頭がもう、加藤さんがだからもう足向けて寝られない。僕でもちゃんとリストも作ってるんですよ、つまりこの芸人があの演芸コーナーに出ればこれぐらいの数字が見込めるみたいな、でちゃんとこう上から順番にあるんですよ。へで、それの落語版もあるんですよ。へ、落語の番組も携わってたりするんで。喜ばせるっていう意味ではどういうことなんですかね、はい、そのいい答えを言ってるっていうことがすなわち喜ばせることになるのか、それともある程度やっぱりその人個人を喜ばせなきゃいけないのか、全然違うじゃないですか。あるいはそのだからその大喜利そのものじゃなくて、今いろんなこと分かってるって言ったら普段の講座とかも関係してるんですか。そうなんで、普段のこととか、ね、うん、だから世間的に売れようとしてるかとか、うん、じゃあそういう意識ですね。宮地君だね、そこは、まあ、すごく見てるなと思います。普段の講座を見てたらそれはもうやっぱり宮地だなと、うん、思うでしょうね。まあそうですね、まあ、結果的に宮地さんになりまして本当に頑張っていただきたいなとえわけでございますけどね、私はもうあの大喜利ストとしてね、今後も大喜利にはちょっと精進していきたいと思っておりますので、はい、そこからもしかしてね、笑点メンバーというお声が、かかればいいなとは思うんですけども、まあ、別の番組作ったら別の番組、いやそれは喧嘩売ってるようになるでしょ。ただただ私は大喜利を精進していく次第でございます。皆さん応援よろしくお願いします。新日本のわけポッドキャスト。